鈴木さん、野獣馬しに来たんじゃないんですか？思いっきり野獣馬じゃないですか。いかんね、千穂ちゃん。お姉さんを見くびってもらっちゃ。私は別に。はい、増えません。おね、誰にも言わんからお姉さんに話してみたまえ。エミがどういう顔して男と出かけるかも興味ある。おお、よく見つけたね、千穂ちゃん。愛の力が鈴木さん。冗談だってば、千穂ちゃん。エミったら空中の密室に連れ込んでいった。だからやめてくださいって。よかったです。はい、あの、これはどうやって買えば。あ、はい、ここにお金を入れて。お姉ちゃん、ありがとう。ありがとうございました。いいえ。こんな風にこそこそ後をつけるなんて、やっぱり私焼き餅を焼いてたんだ。魔王さんは私のことを信じるって言ってくれたのに。最低。魔王さん、今日のことちゃんと謝ろうと思って。しほうちゃん、ダメ、逃げて。私じゃ力になれないって分かってますけど、でも我慢できなくて。そしたらこんなことになってて。そんなに神々しい？今まで魔王さんたちにひどいことする人みんな天使でしたから。お願いします、ハラスラムスちゃんを連れて行かないでください。